ボルジアはドイツの競争馬。貧乏ながら1997年のドイチェスダービー、バーデン大賞に勝った。1997年のドイツ年度代表馬。母ブリトニアは G2 ドイチェスセントレジャーなど重賞3勝。判定には2001年のドイチェスダービー、2002年のコロネーションカップを制したボレアルがいる。2歳児は2戦して2着3着と勝ちきれなかったが、 3歳になった1997年に初勝利を挙げると、パルトナー賞、ディアナトライアルと3連勝、ディアナ賞2着を挟んで出走したドイチェスダービーでは、バルーンを破って優勝し、1955年のルスティゲ以来42年振りとなる頻馬による、ドイチェスダービー制覇を達成した。次走オイローパ選手権では前走を破ったバルーンに、破れて2着となったが、 ドイツ最大の競争であるバーデン大賞ではコバのルソーを破って優勝し、1958年のダシカ以来39年振りとなる頻バによるバーデン大賞制覇の快挙を達成した。そしてボルジアはドイツ国外へと戦いの舞台を移し、フランスの外戦紋章ではパントレセレブルとピルサドスキーに続く3着、アメリカのブリーダーズカップターフでは チーフベアハートの2着と検討した。1997年は GI 競争2勝を含む90005勝2着3回3着1回という成績で終え、ドイツ年度代表馬に選出された。4歳となった1998年は3月のドバイワールドカップに出走したが、競争中に屈腱炎を発症し、生涯最低着順となる8着で競争を終えた。 ドバイワールドカップでのクッケン園発祥後、ボルジアをフランスのアンドレファーブル旧社に移籍して、現役を続行することが発表された。ボルジアは1998年10月に、ン馬限定戦の G3 競争であるフロール賞で競争に復帰したが、復帰初戦は一番人気を裏切る2着と敗れた。1999年、5歳となってからも G3。 競争のエクスビュリショーリー賞とジョッキークラブステークスで一番人気を裏切る敗戦を重ね、G1 競争のコロネーションカップとサンクルー大賞では、共に5着と惨敗した。9月には、G2 競争のフォア賞でエルコンドルパサーを、首差に追い詰め苦しめるも、続く、外戦門賞では7着、ジャパンカップでも8着と惨敗した。引退レースとなった G2 競争の香港バーズで1着に、 なり、実に13戦ぶりの勝利で引退レースを飾った。2000年に繁殖入り。繁殖品場としては11頭の産区を設け、2010年に生まれたオアシスドリームとのコバミューダリーフがアルマスドカップに優勝している。2012年3月29日、つなぎ用先のアメルラント牧場で戦通のため死亡した。2014年9月14日、孫のバルチックバルネースが ベルメイユ賞を制覇し、自身のメス系から G1 勝値馬を出した。ありがとうございます。